おはようございます、今日はですね松阪駅に来ています。ここから何の列車に乗っていくかというと、5番線の伊江駅行き名勝線に乗っていきます。早速階段を降りていきましょう。見えてきました、右側の、列車キハ11系ですね、300番台2両編成です。ホームに着いた頃には発車数分前になってしまいましたので、列車に乗っていきたいと思います。ドアを開けて乗っていきましょう。とクロスシートがありますね。クロスシートが空いていたので乗ってみました。しばらく近鉄山田線と並走していきます。そしてもうしばらく行くとですね、紀勢本線と分かれていきます。左側に入るとこれ名勝線の線路です。しばらく見かけ上伏線のような線路が続くんですが、やがて別々と道を進みます。途中各駅に止まっていきます。途中の市市駅にはちらほらと乗降がありました。松阪出発から39分かけてですね、伊江駅に到着です。この列車はここまでです。この先伊勢沖津へは、列車を乗り換えます。タブレット閉塞ですので駅長さんがタブレットを運んでいる様子です。それでは引き続き伊勢沖津行きに乗っていきましょう。これからは炭鉱の列車になりました。だんだんと山の中へ進んでいきます。こうやって見ると運転席にタブレットがぶら下がっていますね。なかなか希少な光景だと思います。雲津川の流れに沿って、登っていきます。途中伊勢駅の周辺には、三ツ俣の木がたくさん植えてありますね。津市三杉地区の名物、和紙の原料になる木でございます。三ツ俣は毎年3月頃に綺麗な花が咲きます。伊江駅へ乗り換えて、5駅34分、松阪から約1時間半でですね、ようやく終点の伊勢沖津に到着ということです。しています。駅舎は2005年に建てられた比較的新しいものです。名勝線はもともとの計画では三重県の名張まで線路を伸ばすという予定があったようで、その名前が路線名に残っています。本日の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。